HB から2B くらいの濃さの鉛筆を使うことが大事です。一番線の主張が強いので硬くてシャープな印象になります。線が主張しすぎることがなく、絵の具の色が目立ってくれるっていう感じです。水彩絵の具を塗ってしまった上から線は消せないので、そこだけ気をつけましょう。こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材に関する情報を発信しています。皆さんは水彩画の線画を描くときどうしていますか？もちろん線画は描かないで水彩絵の具だけで表現するよという人もいると思います。私の周りですと鉛筆という人が圧倒的に多かったです。他にも耐水性のペンを使う人もいますね。今回は意外と教えてくれない水彩画の線画について取り上げます。いろんな画材で線画を描いて皆さんと一緒に特徴を見ていきたいと思います。まず線画なしで絵を描いてみます。私は普段猫の絵をよく描いていまして、今回も描かせていただきます。普段あんまりしない描き方なんでちょっと慣れてなかったんですが、線画なしで描いてみました。そしたらお隣に鉛筆で描いてみます。私も鉛筆を使って線画を描くことが一番多いです。まあ一つ注意点としてはですね、鉛筆の濃さです。 HB から2B くらいの濃さの鉛筆を使うことが大事です。濃すぎると鉛筆の黒さが絵の具の色に響いて汚くなってしまう恐れがあります。 H 系の薄い鉛筆、まあ薄すぎる分にはいいのですが、線が見えにくかったり消す時に修正しづらかったり、あと無意識に筆圧がかかって跡が残りがちっていう問題が発生します。人それぞれ描く時の感覚とかこだわりは様々だと思いますが、私は HB から 2B の間の鉛筆をおすすめしています。こちらはステッドラーですが、メーカーはぶっちゃけどこのでも OK です。鉛筆で下書きすると安定感があります。書いた後の線がこういった消しゴムで修正できるのもいいところだなと思います。ちなみに消しゴムはプラスチックタイプの硬いものでゴシゴシ擦ると紙が傷みやすくなるので、こういった柔らかい練り消しゴムを使うことをおすすめします。軽い力で消すのがポイントです。線を消して修正できるっていう安心感があるとのびのび絵を描きやすくていいですよね。鉛筆の線の黒さはあるんですが、イラストの雰囲気をそこまで損なわない黒さかなと思います。そして次はペンで線描きしてみます。油性あるいは耐水性のペンじゃないと絵の具を塗った時にせっかく描いた線画がにじんで悲しいことになっちゃうので、そこだけは気をつけてください。私のおすすめはコピックマルチライナーです。 0.3 ミリの太さ使っていきます。
ペンを使って線画を描いてみました。線画なし鉛筆と比べて一番存在感があります。描くときに失敗できないのでちょっと緊張感があります。先の細いペンであればあるほどごまかしが効かなくなるというか正確さが求められていく気がします。けれどもラフに気軽に描きたいときも簡単に存在感を出すことができるので、シンプルなイラストを描くときとかにもペンの線画は使えそうだなと思いました。最後に視聴者さんからぜひやってくださいって言われたこちら、色鉛筆で線画を描きます。なんか鉛筆の黒い線よりも柔らかい印象になって水彩絵の具と馴染んでいいらしいです。多分描くものの色味に合わせた色鉛筆を選ぶのがいいのかなと思うのですが、今回は猫ちゃんなので無難に焦げ茶っぽい色の色鉛筆を使ってみます。これはファーバーカステルのポリクロモスという色鉛筆です。色は何でしょう、ヌガーっていうんですかね、茶系の色味になっています。色鉛筆で線画を描いてみました。初めて色鉛筆使ってみたんですけど、鉛筆で描いた場合と比べると確かに色なじみがいいと思います。線が主張しすぎることがなく絵の具の色が目立ってくれるっていう感じです。途中消しゴムで線を消して修正してみました。全く消せないわけではないですが、やっぱり鉛筆の線よりは若干消しにくいような感じがしました。下書きをするときは軽めの筆圧で描くといいかもしれないです。鉛筆にも言えることなんですが、水彩絵の具を塗ってしまった上から線は消せないので、そこだけ気をつけましょう。ということで今回は水彩画の線画をあれこれと試してみました。それぞれの特徴や描いてみた印象をまとめます。まず最初に描いた線画なしの場合、他と比べるとホワホワして温かみのある絵の雰囲気になりました。なんとなく素朴な感じが出ます。周りに線がないことで絵の印象が少し弱くなりやすいかなと思いました。次に鉛筆。鉛筆のいいところは間違えたところも消して描き直せるっていうところです。安心感があります。でどうしても鉛筆なので黒い線にはなりますが、この線の黒さが気になる場合はですね、水彩絵の具を塗る前に練り消しゴムを使って線を薄くしてから色を塗るといいと思います。次にペン、必ず耐水性のものを使ってください。この中で一番線がくっきりはっきり現れています。で鉛筆の下書きの上からなぞれば複雑な絵も描けるしいいと思います。一番線の主張が強いので硬くてシャープな印象になります。そして色鉛筆、モチーフに合わせて線の色を変えられるので下書きの線と絵の具の色が馴染みやすいです。一つ注意点としては鉛筆よりも線が消しづらいので、途中まで描いていたのを全部消して一から描き直すっていうことは難しいかなと思います。個人的に思ったこととしては、最初の下書きは鉛筆で描いて途中からペンだったり色鉛筆に切り替えていくっていうやり方がいいのかなって思います。描き方は人それぞれ自由ですので、この線画じゃないとダメなんてことはありません。皆さんもご自分に合った描き方見つけてみてくださいね。今回も見ていただきありがとうございます。よかったぞという方はチャンネル登録と高評価お忘れなくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。